ネクスコ各社の管轄図ネクスコは高速道路株式会社法で規定された特殊会社のうち2005年10月1日に日本道路公団の民営化により発足した3社の総称2006年4月に命名されたネクスコグループでは NTT グループなどとは異なり3社を含むネクスコグループを統括する会社は設立されていない以下は ネクスコグループ3社の一覧である。ネクスコの頭文字である N を取ったロゴマークは3次元的に造形することによって未来へと続く高速道路のダイナミズムを表すと同時に道を走ることがもたらしてくれる心の躍動感を表している。また各社のブランドカラーはネクスコ東日本は東日本、北日本の安息を感じさせる自然をイメージした深みと 明るさのある、ネクスコグリーン、ネクスコ中日本は、中部日本エリアの活発な賑わいをイメージした、力強く、生き生きとした、ネクスコオレンジ、ネクスコ西日本は、西日本、南日本の海と空の明るさをイメージした、鮮やかで、成長感のあるネクスコブルーを採用している。民営化初年度の決算は3社とも100億円前後の、黒字を達成した。中でも、 東名高速道路、名神高速道路、中央自動車道の3路線を管理している n e x c o 日本は最も黒字幅が大きかった。ほとんどの高速道路で通行量が増加した。ありがとうございます。